ございます。本日はですね、大阪の南千葉にあるジョンブルの店員の藤原さんに、ちょっと作造さん来てもらっていいですかって言われて呼ばれているので、とりあえず向かいたいなと思います。まあ、あいにくの雨でですね、久々にクライムライトを着て行こうかなと思ってますが、まあ、やっぱり便利ですね。全くジョンブルっぽい格好はしませんが、まあいいでしょうということで、本来なら自転車で行きたいところですが、まあ、雨降ってるので電車で向かって行きたいなと思います。では行きます。はい、それではですね、ジョンブルに行く予定やったんですが、難波に来ちゃったら、まず時寿司かなと思って、しれーっと時寿司の方来てます。で、食べ終わってからジョンブル行こうと思うので、まずは時寿司に行きます。じゃん。はい、それでは行ってきました。今日も安定の美味しさです。今からはですね、藤原さんのところに2時って言ってるんで、今1時半ぐらいなんで、ぼちぼち歩いてったらちょうどいいぐらいなんで行きたいなと思います。では向かいます。はい、それではですね、店内入らせてもらって、横に藤原さんがいてるので、じゃあ藤原さんお願いします。こんにちは。はい、今日、はい、結構お知らせがありまして、卓造、はい、さんによく来ていただいているこのジョンブルの南千葉の店舗が8月の4日でクローズすることが決まっております。もともとずっと卓造さんがいらしていただく前から決まっていたことなので。ああ、なるほど。僕が来たから閉店に追い込まれたわけではないですか。むしろ閉店して大丈夫みたいな感じだったんですけど、なので、ちょっと今こうやって卓造さんに紹介をしていただくことで、毎週のようにお客様が来ていただいている中で、ちょっと寂しいし、来ていただいたとき、いや、お店ないどうしようみたいになってしまったら申し訳ないなと思って、今回卓造さんに協力してもらって動画を撮らせていただいているんですけども、実は藤原さんからもちょっと前に連絡来て、そのまま閉店するんですけど、なんでこれを撮るかってなったら、ほんまに毎週のように僕の動画見てくれて、来てくれて、藤原さんとお話したいっていう方が来てくれてるのに、今後閉店した時にね、ほんまに聞いてなかったけどいきなりしまってんねやとか、会われへんかったってなったらね、せっかくわざわざ来て遠方から聞き張る方もこのルートに入ってるみたいなんで、そういうのも含めて、なんかわざわざ会いに来ていただいても、もうちょっと店は閉まっちゃってるっていうお話です。藤原さん自身はジョンブル退社されるとではないですね。僕は8月からジョンブルの京都のお店に次は立たせていただきます。京都のどちらになるんですかね。京都の三条ですね。最寄り駅でいうと小烏丸の近くのお店に移動になります。なので、もし仮に藤原さんに直接お話聞きたいとか、デニムのこと教えてほしいとかっていうのがあれば、京都の三条の方に行ってもらえれば、藤原さんは店頭に8月からです、はい、立ってはるっていうことなんで、もしお会いしたい方は京都の三条の方へお願いします。もうこの雰囲気で藤原さんとお話しようと思ったら、8月までに来とかんと会えないということです。そうですね。ということは7月の31日が最後、8月の4日が日曜日なので、予定ではそこまで営業してという形です。藤原さんにしても4日までは行きはる。はい、4日までいます。で、8月のお盆明けてから新規京都でまた店頭に立ってはるということですね。はい。その時でもデニムのこと1時間でも2時間でも熱くまた語ってもらえるって感じですか。もちろんもちろん喜んで。そしたらじゃあ藤原節は変わらずってことですね。はい、わかりました。じゃあ8月のお盆以降はまた京都に変わるみたいで、それまでは8月4日まではここで南千葉で立って変わるみたいなんで、しかもセールもやって変わるみたいなんで、気になる方は来てみてください。以上、お知らせでした。ありがとうございます。はい、それでは行ってきました。藤原さんもおっしゃってあったみたいに、もうなんか閉店しちゃうみたいで寂しいんですけど、藤原さん自身もなんかせっかくいろんな人に来てもらって、いろいろ知ってもらって、いろいろお話しさせてもらえるのに、なんか店なくなっちゃうのは寂しいんですっておっしゃってはったんですけど、なんか最後2週間ぐらいはセールもやってはるみたいで、また藤原さんらしいのが、普通セールってセールと、プロパーって言って定価のやつ結構置いて、定価のやつ売れれば売り上げ上がるんですけど、ほとんどプロパーのやつはなくてセールしかないので、
まあ、売り上げメインとかじゃなくてただただ安いのを買ってもらいたいですみたいな感じでおっしゃってて、藤原さんらしいなと思ったんで、まあ、もし値段でなんかこう今まであのジョンブルのもん買わへんかったっていう方がいらっしゃれば、あの値段はだいぶ安くなってると思うので、まあ、見るだけ見てみるのもありかなと思います。まあ、僕はですねもう多分南千葉には行くことはないと思うんですけど、まあ、また近々京都神気に入った時でもあの京都のジョンブル行ってみたいなと思います。では今日はですねあの藤原さんからあの呼び出しをもらって、まあ、動画を撮って、まあ、今から帰りたいなと思うので、まあ、これで終わりにしたいなと思います。ではですね見てもらってありがとうございました。